土川財大学校は、大田高域市西区に本部を置く、大韓民国の私立大学である。1981年に設置された、土川財学堂、1919。今は土川財学堂歴史博物館です。前身は朝鮮で、最初の近代教育機関である土川財学堂。1885年8月5日、アメリカ系メソジストの宣教師。 HG やアペンゼラーによって建てられた。教室は WB スクレントン医師の家を借り、生徒2名を教えたのが始まりである。1886年6月8日、高想が教室を土川在学路と名付け、看板を作った。その年10月には、生徒数は20名になり、ここに朝鮮の近代教育が始まった。1937年、 土川在中学校に改称し、1951年には土川在中学校を3年生に学生を変更し、土川在高等学校を併設した。一方、1955年4月、新たに大手保育学院が設立され、1956年5月、大手保育初級大学として認可を受ける。同年、大学が設置した土川在幼稚園も開園する。 1972年、大手保育初級大学は、大田女子初級大学に改称。1977年10月、大手保育学院と土川財学堂が合併、12月に土川財大田初級大学に改称される。1979年、土川財実業専門大学に改称。1980年12月、4年生大学として認可を受け。 1981年に土川財大学として開校する。1992年には総合大学になり土川財大学校と改称され現在に至る。ありがとうございます。